三市連携台湾市場向け情報発信事業が19日と20日に行われました。20日にはブロガーの酒尾さんとオレオさんが金込み鈴記念館や千畳敷などを観光しました。台湾在住のパワーブロガーが長門市、下関市、美祢市を周遊し、実際に体感したドライブ旅行の魅力を SNS で発信します。日本への外国人観光客で3番目に多い台湾をターゲットに、公共交通網が十分とは言えない山口県北西部エリアでのレンタカーを使用した旅を PR し、さらなる外国人観光客の誘致を目指します。日本が大好きとか、その何回も日本に来たような人は勧めしたいんですね。こういうところにも非日常的なとてもドラマの中にあるような日本をここ見られますよみたいなところを伝えたいんですね。但是透过我自己的角度，因为觉得这个地方就是一个很淳朴的小镇，然后有很多，因为其实蛮意外，比如说像这个地方，然后竟然是经营的很有特色的，很多的小店、咖啡店这样子，就是觉得还蛮意外的。なお、二人は元の住稲荷神社を出発した後は、角島を観光したということです。